ドカーさんは好きな人いないの？いないよ。もったいない。恋すると人生楽しくなるよ。どうだオドカは、眠れてるか？昔から変だよあいつは。他人が嫌いで皮肉屋で、両親に捨てられたんだ。そりゃ歪むよ。ほなお前感情コントロールできんのかい？そんなんできたら片思いとかこの世からなくなるやろ。何やおもろいやんけその感じ。もっと公共の電波に乗せていけよ。そういうのそういうのがおもろい言われてもどうしていいのか分からへんねん。その追い詰められて開き乗ってる感じや。あんだけガーン言われたらそりゃそうなるやろ。運転手さん、こいつ中学の時ね、女子と殴り合いの喧嘩しても引き分けよったんすよ。バズりたいんですよ。 SNS でたくさん拡散されたいんです。本当にしょうもないことに時間かけてんだな。ここでニュースをお伝えします。東京都練馬区で女子高生の行方がわからなくなっています。深夜自宅から外出した後、あのタクシーの運転手なんつったっけ？小戸川ですか？小戸川なあ弟よ、あんなタクシードライバーの言うこと信じちゃいけないよ。そうだよな、なんて言ったってタクシードライバーだもんな。そうさ、あの憎いタクシードライバーさ、嘘だって平気でつくさ。あれから俺の人生は狂っちまったんだ、お前のせいだ。誰かいるの？